紀子様がですね、悠仁さまを特別扱いしてるんじゃないかと、まあ、批判が起こってるということなんですね。まあ、それを懸念されてると。まあ、それは、まあ、一番のその特別扱いじゃないのと言われているのが、まあ、今回、まあ、大学に進むにつれて、まあ、東大進学報道が大きくね、取り上げられているわけですよ。まあ、そこをね、皆さんがおっしゃってるのかななんて思いますよね。まあ、そんな中、秋篠宮家の最側近の発言というのがございましたね。悠仁さまが昆虫や植物などの自然史を学べる大学への入学を目標にされていますと。そのように明らかにされて、これまで宮内庁側が悠仁さまの進学先に言及したことはなかったのですが、なので非常に注目されることになったということなんですよね。あえて具体的な大学名は挙げていらっしゃらないんですよね。なので昆虫や植物などの自然史を学べる大学というお話になっているわけです。なので、まあ、そうなると結構選択肢がねありますよね。そこでその孔子植大部の吉田さんがその発言をされたのはですね、あの徐々にこう盛り上がってきた東大進学説、これに対して一旦ちょっと熱を下げようと、まあ、クールダウンさせようというその狙いがあったともされているわけですよね。まあ、確かにその秋篠宮家をね守っていく方ですから、発言はまあ秋篠宮家の意向と受け止めてもいいものだとされているわけですよね。しかしですね、この会見での言葉をもとに悠仁さまの進学先が改めて取り沙汰されることになってしまったと。自然史を学べる大学というのは東大を含めて幅広くあるわけで、会見で触れた別の狙いとして悠仁さまに東大受験の可能性があるからだという指摘がもっぱらだったということなんですね。で、昨年11月悠仁さまは自身初となる学術論文を発表されました。まあ、トンボ論文と称されることもある論文は、正式には赤坂御用地のトンボ層多様な環境と人の手による維持管理というタイトルになってるんですね。で、国立科学博物館が発行する研究報告誌、国立科学博物館研究報告動物学に掲載されているものになってるわけです。まあ、そこで、まあ、紀子様がねいろいろ危惧されてるというねお話もあるわけですよね。今年の8月に開かれる予定の国際昆虫学会議、こちらに悠仁さまの名前がエントリーされているということなんですよ。で、去年の11月の論文の評価は非常に高かったようですが、一方で東大推薦入試のためでそうではないかという見方もあるんです。今回の国際昆虫学会議で発表されるというテーマは皇居の動物層モニタリング調査とされていて、こちらも東大推薦入試のためと見られる可能性があるでしょうと。悠仁さまの意向を組むと言いつつも、なんかこう紀子さまの考えにこう誘導してるんじゃないかなというふうにもね取れなくもないなと思いますよね。またですね、紀子さまは一連の報道について、まあ、危惧されていることがあるとされると。これが東大進学報道で紀子さまが最も危惧されているのが、秋篠宮家や悠仁さまが特別扱いを受けているのではないかとの指摘があることについてだと聞きました。論文にせよ、今回の発表にせよ、赤坂御用地や皇居という極めて限られた場所が舞台となっています。その点は確かに指摘を受ける可能性がありそうです。当然宮内庁としても警戒しているとのことでしたと。トンボ論文の、まあ、最後の締めの文章ですね、そこには自然保護への思いが非常に伝わってくる、ね、文章になっているということなんですね。これがですね、まあ、東京都心部において赤坂御用地のように豊かなトンボ層を包含している都市緑地は皇居、自然教育園などいくつか存在します。このような貴重なトンボ層を維持していくためには、その地域のトンボ層の特徴をよく理解し、環境を維持していくことが重要であります。そして東京都心部の開発の際にビオトープ的なものも含め、トンボ類の生息に適した様々な環境に配慮した都市設計が行われるようになれば、赤坂御用地などからトンボ類の分散による種の多様性の喪失も期待できるのではないだろうかと、まあ、結構しっかりとして書かれてますよ。なのでね、まあ、こういった研究を悠仁さまには思う存分やっていただける環境をねぜひ、まあ、提供してあげてほしいなというところですよね。まあ、そこで、まあ、東大に入るとなれば、まあ、悠仁さまがその時にその推薦枠で入られようとする場合は、
これは確かにもう特別扱いというね、レッテルを貼られてしまいますよね。なのでやっぱりね、そこはやめた方がいいんじゃないのかなと思うんですよね。でも週刊誌には結構、東大って書かれてますから、そうなのかなって信じちゃう方もね、結構いますよ。でもそれがこの悠仁さまの表情にこう現れてるんじゃないかなと思うんですよね。もし本当に紀子さまからそのように誘導されたのか、それともあなたはね、東大に行くべき人なのよみたいなね、そんな風に言われてプレッシャーをかけられて、その重圧が悠仁さまの表情に出てきてんじゃないかなというふうに思いましたよね。だから今後はもう8月の昆虫会議ですか、そちらに出席されて何やら発表するようですけどもね、それが今後の大学進学に影響してくるのかというところもね、気になるところですけどもね。それはそれとしてですよ、そうやってそういう会議に出席するんであれば、しっかりとね、成果を出していってほしいなという感じがね、いたしましたよね。で、筑波大附属も以前コメントされてましたよね。筑波大に進学するには一般受験が必要で、進学者は例年5人程度です。ご関心のある自然や生物の分野を学べるとあって、筑波大は悠仁さまの進学先として濃厚と言われてきたそうです。悠仁さまの、筑波大附属高校に進学が決まった、一昨年ですけども、さまざまな教育コンテンツが気に入られたのであれば大変光栄なことですと、そこで会見で発言したのが、筑波大学長の方なんですね。その方に尋ねたところ、悠仁さまは筑波大附属高校で健やかに過ごしていらっしゃると報告を受けていますと、その上で筑波大への進学についてはどうですかという質問があったんですけども、それに対しては、いやいやいや全く知りませんし、大学が特別に何か配慮することは一切ありません、入られても入らなくても関係ございませんと、そのようにね、話すばかりだったということなんですよ。なんか怪しい感じがね、いたしますけどもね。筑波大附属高校というのはいろんな大学へのね、合格実績を誇っているわけですけども、その試験を受けて合格した方っていうのは、学校とは別に塾や予備校にしっかりとね、通っている方々なんですよね。進学校ではあるんですけども、国立校である筑波大附属高校には受験に向けた特別なプログラムなどはありません。なのでそれぞれ個人で受験対策が必要になります。ところが悠仁さまの場合、警備の問題もあり、塾に通うことは現実的ではありません。学校の勉強で不足する部分は家庭教師にお願いをしているそうです。家庭教師になる方を呼んで、勉強を見てもらっているということなんですね。余談なんですが、悠仁さまの進学先候補というのは、いくつか名前が挙がってるんですけども、先ほど言いました筑波大、そして東京農業大学、北海道大学、また、国際キリスト教大学、これはどうかと思いますけどもね、イギリスのオックスフォード大学の名前まで、上がっているということなんですよね。でそこで、東大もし本当に受験されるんであれば、東大の推薦受験は学力だけが問われるペーパーテストではないそうなんですよね。で、課外活動などの実績、そして成果が大きく考慮されていく。過去にはトイレの研究やアフリカで栽培されるバナナの皮を使った紙の普及活動など、とても結構ニッチな、分野の活動をしたり、実績を残した人が合格をしているそうなんですよ。なので悠仁さまのトンボ論文は、それらよりもはるかにレベルの高い研究だと言えるということなので、本当やっぱりそこかなとなると、結構有力な武器ともなるというお話のようですよね。で、また推薦受験に対しては1校あたりの枠に限りがあるそうなんですね。そして現行制度では男女共学の筑波大附属高校では最大4名までとされているわけです。で、2016年の制度スタート当時、1校から2名までだった上限人数は2021年度の現行の人数になりました。この枠をさらに拡大しようとする動きが東大や文部科学省内部にあります。背景には一般受験での志望者が少ない女子を推薦枠で増やしたいという狙いがあるのですが、全体の枠が広がることは悠仁さまにとっても追い風になるでしょう。早ければ
悠仁さまが受験される来年度の拡大が検討されていますと。まさかここに対して紀子さまがなんてね、そんなお話ももしかしたらあるのかななんて感じになりますよね。そうするとこれはまさに特別扱いの何者でもないぞということになりますけどもね。どうなんでしょうか。まあ、真相のほどはね、まだ今のところ定かではございませんけどもね。今回は、紀子様の悩み、悠仁様の特別扱い、お話がございましたのでご紹介いたしました。ぜひ、正々堂々とやっていってほしいなという感じがいたします。これ以上国民からのね、バッシングを受けられるのは本当に気の毒なのでね、それを覆すためには、紀子様の一挙手一投足にかかっているんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ、頑張ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。